皆様お待たせいたしました。クロージングセッションの方はですね、はい、株式会社ゼロワンブースター代表取締役鈴木のりみからです、はい。それでは皆様拍手でお迎えください。 皆さん、こんばんは、えー、最後まで残っていただいてありがとうございますあと、えー、今ちょうど集計をしているそうですので、えー、約30分後ですね集計時間取ってますのでその間少し私のお話をお聞きください、えー、今日本当に登壇されたチームの皆さん本当にお疲れ様でした、えー、約4ヶ月間見違えるように成長してますよ素晴らしいとにかくこう情熱があった本当に素晴らしいですねどうですか皆さん皆さんも起業されたくなり,なりました 起業っていいでしょうねちょっと私の方から起業の話をしたいと思いますね。今回のアクセラレーターは特にアクセラレーターの目的はスケールビジネスを作ること小さいビジネスじゃないもっと広く考えようスケールビジネスを作ろうそういう発想でやっていますこれがアクセラレーターですね。はいちょっと今世界の企業環境 それを見て日本の企業環境がどういう状況にあるのかということをご説明してみたいと思います。これ、年に1回です、ね、企業の活動の環境をです、ね、調査している人たちがいますね。えー、ロンドンビジネススクールと、えー、アメリカの企業の大学で有名なバブソンカレッジというところがあります。彼らがです、ね、いわゆる企業の研究をしています。このレポートをです、ね、毎年1回出して実は今回、結構最近アップデートしています。ちょっとその情報を皆さんに共有しましょう。 これ企業の活動率ですね、18歳から65歳までの人口のうちの企業活動に関わっている人たちの割合のランキングなんですね、日本、なんと54カ国中50位、でえー、超数年前は最下位でしたね、ちょっとずつ気持ちよくなっている、ただ、もう最下位レベルですね。 はいまあ、ちょっとずつ、ね、こういう活動、日本で流行どんどん出てるんですね、なんでちょっとずつではありますけど改善してる、ただまだまだこんなレベルです、皆さんご認識ください、はい、で日本のことをやっぱりプ,プロファイルされてるんですけれども、実はこのランキングの参加国、54か国、ランキング54位中、総合得点54位です。企業活動の 調査、54か国字最下位ですよ。これが現実ですね。で、この辺のいわゆる自己認識ですね。いわゆるオポチュニティがあると思うか、ケイパビリティあると思うか、いわゆるアントレプレナーシップマインド持っているかどうか、54か国五54位ほとんど。これが現実なんですね。なんですね。はい。 別に企業活動率なんか高まらなくていいじゃないか日本は内需大きいよとまだまだ経済大国だと3位だと世界どうでしょうこれが企業の活動率こっちがいわゆる GDP の成長率ですね相関するんですね要は企業活動が活発な国企業家がいっぱい出る国エリア地域やっぱり経済的には良くなるなので企業家がいっぱい生まれなきゃいけないこれが事実 ちょっと見てみましょう、日本の時価総額ランキング、まあ、こうやって並んでます、名だたる企業、皆さん知ってますかね、ウーバー知ってますかね、ウーバー、シャオミー、エアービービー、スペース X、イーロン・マスクの会社ですね、世界はイノベーションは誰が起こしているか、新しい事業はどういう人たちが起こしているか、スタートアップが起こしているんですね。いわゆる ベンチャー企業つまりベンチャー企業って和製英語ですね、スタートアップ、まさに今日出られた15社の皆さんたちです。彼らがイノベーションを起こしている、名だたるスタートアップがこうやって日本の大手企業と肩を並べるぐらいの価値があるというのが現実です。はい、特徴的ですね、これが、まあ、もはやスタートアップの域を超えてますね。 いわゆる新興企業と言われてますけど、もう大手企業になってますけれども、いわゆる新興企業5社、アップル、グーグル、マイクロソフト、フェイスブック、アマゾン、この会社名は皆さんご存知ですよね、これ、日本の時価総額ランキング、上位10社、ちょっと古いかなじゅ、上位10社、比較すると、なんと5社対10社で3倍なんで、相対6倍、これぐらい違う、イノベーションはスタートアップが起こし、 そして経済の主役に踊り出るこれが経済循環ですなので新しいスタートアップ新しい企業がどんどん生まれないといけないということが言えます参考までにこれが2000年の株式時価総額ランキング上位10社覚えてください上位10社大きい会社上位10社です中にはメーカーとかね金融機関入ってますけどね昨日調べました アップデートしましまた今現在の時価総額ランキング上位10社これですほとんどが新しいところほと全 JP モルガンだけちょ残ってるかな1社だけ全部ほぼ全部入れ替わってますある研究機関が今後10年間経済のメインプレイヤーは75%入れ替わると言われてます どどんどん入れ替わるってことですね新しいスタートアップ、新しいベンチャー企業が出てきて、経済を塗り替える、これがイノベーションの世界ですね、えー、参考までに、これがバブル絶頂期の株式時価総額ランキング上位10社です、ほとんど日本の金融機関、こんな時代もあったんですね、参考までに、はい、このぐらいの勢いでぐるぐる回ってるってことですね、ぐるぐる経済プレーヤーは入れ替わってる、これが事実です。 で実際どうなのか特に経済指標として大事な雇用雇用ですね雇用の常用雇用の増減この横軸は会社の設立年数ですこれ新しいところから古いところ見てください新しい会社しか雇用を生んでないんですよわかりますか凸凹あると思いますね凸凹あると思いますけど新しい会社しか新しい事業新しい 会社しか雇用を生んでないということは新しい事業、新しい会社を生まらないと雇用は減り続けるんですね。なので、新しい企業、新しいベンチャー企業がどんどん出る社会、地域じゃないとだめになるということになります。なので、アベノミクス第三の矢ですね、ベンチャー育成ですね、ベンチャーを作ろう、企業大国にしよう、こういう勢いでやられているということですね。まず 理解してください。企業の世界、こんな感じなんですね。まずここを理解してください。では、なんでじゃあこういう環境の中でアクセラレーターってやるんだと。中にはアクセラレーターって何だと。アクセラレーターって初めて聞くよというふうにおの方もいらっしゃると思います。ちょっとアクセラレーターの話をしましょう。アクセルですよね。アクセラレーターってアクセル。ね、車のアクセル。加速する。もともとアクセラレーターは2005年。 アメリカのシリコンバレー Y コンビネーターというところがスタートしたと言われています、えー。中には企業のスクールとかいう表現でね、本が書かれたりもしてますけどね、ちょっと微妙にスクールとは違うんですね。Y コンビネーターから AirB&B、みんな知ってますかね民泊ね、空いてる場所部屋をこうい,いわゆるーツーリストに貸すみたいな。AirB&B 生まれた。ドロップボックス、知ってますかクラウドストレージサービスですね。こんなののがが、生まれたのが Y コンビネーターーータタいうアクセラレーターですね今ねこれ知ってますかクオーラって知ってます ?QA サイト Q&A のサイトですねアメリカの有名な QA サイトでですね要はどっちがいわゆるスタンフォード大学行くのか Y コンビネーター入るのどっちがいいですかっていう質問が出てるんですねそのぐらいの状況なんですねアクセラレーター起業家の登竜門これがアクセラレーターなんでアクセラレーターって生まれたか ちょもともと私ファイナンス出身なんでこういうので <laughs> こういう説明しかできないんですけどもともとスタートアップベンチャー企業当然このステゼロから成長していくステージ時間軸左から右に流れていますよくベンチャー企業はシードアーリーミドルレイター期間をこうやって 4, 4, 4期間に区切ったりしますねで当然お金が最初足りない 初期投資とかあるとぐわっと掘らないといけないここにデスバレーっていうのが存在しますよねで最初はお金がね 3F マネーファウンダーファミリーフレンド創業者家族友達こういう人から出してもらう最近は政策金融公開一生懸命やられてますねここでデッドでつなぐ借金でつなぐ融資でつなぐこんなことも積極的にやられてますけどやっぱりねここにデスバレーが存在するんですここでねつながないんですね ここで VC さんはねやっぱり後ろの方から出てくるんですねまだ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 ここら辺では出てきてくれないここに出てきてるのがアクセラレーターですねアクセラレーターは出資だけでお金だけじゃなだめななかなか成長しないなので教育とかネットワークとかこういうのも含めて支援するのが実はアクセラレーターという役割です皆さんぜひね覚えておいてください世界だと大量にやられてますので これがアクセラレーターの役割です。つなぐんですね。ちょっと違う視点で見ましょう。アクセラレーターです。もともと皆さん、インキュベーターっていう言葉は知ってますかね。よくね、インキュベーターっていう言葉は、ね、日本に定着してますよね。どちらかというと、インキュベーターっていうのは施設。えー、ある本によるとですね、アメリカの本ですけどね、スタートアップジムって表示してましてね。いわゆるフィットネスクラブでジム、ね、インキュベーター。 アクセラレーターはスタートアップブートキャンプって書いてあるんですね。そもそもスタートアップブートキャンプが日本人ほとんどわからないので、要はこれ見せればよくわかりますね。ライズアップ、許諾取とてないすいません、勝手に使ってます。<laughs> 怒られちゃうかな大丈夫です、この会社の社長と話したことあるんで <laughs>、大丈夫かなライズアップ、3か月間で10キロ痩せよう、今回、4か月間で事業価値を倍増させよう。 明確な目標を持ってプログラムをして育て上げるものこれをアクセラレーターと言いますまずここをぜひご理解ください世界を見渡しましょうアクセラレーターは大量にやられてるんです日本だとほとんど聞いたことない人多いですね世界大量です要は投資家がやってるケースもありますし大手企業がアクセラレータープログラムをいっぱい回しているケースもあります もちろん、見てください、ガバメント、政府がやっているアクセラレーター、実は大量にあるんです。アメリカ行くともうべ、もう細かくなりすぎちゃって、もう広いぐらい出せないぐらい、こうやって政府が、行政が、地方自治体が起業家を育て上げるプログラムを大量にやってる、なぜか、さっき言いましたよね、企業が活性化するエリア、地域は経済が発展するからです。 だからやってるんですその中でグローバルと肩を並べるぐらいの基準でやってるのが東北アクセラレーター東北アクセラレーターです同じレベルでやってるんですよこれがすごいことなんですぜひね誇りに思ってください仙台の皆さん こののトーーククアクセアレーターの特徴をお伝えしましまょうどんな特徴があるか3つって書いてあるんですけど途中で後でさっき追加したので4つかもしれませんすいませんまずねスケールを意識しましょうなんですね今回15チームスケールぜひ意,意識してくださいって言い続けました、ね、まだまだこれからですけどねちょっとずつねやっぱり世界狙えるようなところでありますよね,ね日本マーケットだけじゃないとかありますよね これですぜひね、仙台から日本から世界マーケットを狙えるような事業を作りたいんです。なので、スケールを意識する。スケールだ、スケールだ、ずっと言い続ける。ね、なので、スケールだから、要は我々、スタートアップっていう言葉を使いますね。皆さん、ベンチャー企業、さっき言いました通り和製語ですねスタートアップですね。スタートアップは一定の期間で急速な成長し、 ゴールを明確に持ってやりましょう小さいビジネスはスモールビジネスでこれね言いわれ言うつもりないんですねスモールビジネスでも立派な事業ですよなのでどっちでもいいんですただアクセラレーターはスタートアップですとスケールを狙いましょう前提でやってますので大きくしてください決して仙台のダカだけで閉ざさないでくださいこれを言い続けてるこれもねすいませんさっきの同じ QA サイトクオーラですね 何が違うんだと、ね、スタートアップとスモールビジネス一体何が違うんだと特徴、グロース、成長ねわ分かりますね大きく成長してくださいファンディングですね特にいわゆる出資ですねエクイティファイナンスエクイティ出資出資による成長を図ってくださいあとは明確に出口を作りましょう、ね、一生やって息子に継ぐじゃないゴールを作りましょう IPO しましょうとかどこかの会社に売りちゃんと譲り渡してもっと大きくしてもらいましょうとかこういうことを視野に入れましょうこの辺が特徴ですねはいこれは私よく話をするんですけれどもスモールビジネスとスケールビジネス,ススタートアップ実は考え方が結構違うんです例えば仙台の駅前で喫茶店やりたい 素晴らしいいいですねここれもいいことだ、ね、売上げなんとか年間1000万ぐらい、ね、奥さんと子供二2人なんとか生きていけるこれもいいでしょうこれもスモールビジネスいや違うんだと俺は米田コーヒーをやりたいんだ皆さん米田コーヒー知ってますか名古屋にある上場されましたね売上二240億円ぐらい店舗数世界、えー、日本でね、えー、と750店舗ぐらいかな ね、どうですか、皆さん1店舗仙台駅前で喫茶店やるのと米田コーヒー店展開する、えー、多分、ほとんどフランチャイズですけどねフランチャイズ違いますよね、ビジネスの作り方違いますよねいや違うんだと俺はスターバックス作りたいんだと、ね、日本でも1600、えー、世界売り上げ2.5兆円 違いますよねスタートラインがスタートライン違うんです実はいい悪いんじゃないんですどういう世界観をどれだけの範囲で広げたいかこれが大事なんです少なくともアクセラレーターはなるべくこっち側向きましょうですねこっち側向きましょうそういう思いでやっていますこれがススターバックスの 創もともとね、実はスターバックスって、ねも、もっと先にあったそうですね。彼はスターバックスっていうコーヒーに、ね、サラリーマンで入ったんですね、はい、実は。で、十年、もともと10年前からあった会社だったんです、ね、それをまあ塗り替えた、まあ、実質的なスケールビジネスのした,した創業者だと言われてますけどね、ハワード・シュルツ。217。なんだと思います、217。この事業を拡大するときに、 いわゆる投資家を回って断られた数です。217件回って断られたそうです。それぐらいやっぱりコーヒー、まあ、いわゆる喫茶店って思われちゃうんでしょうね、はい、なちなみに Google は350回って言われてます実は350回投資家に行ってボロクセ言われてたそうですね。はい、次 他他ととががる、他とつながるです。まさに今日、他社とつながってますよね、東京のチームがある、ね、福岡から移住してきた人がいる、東北の他の福島県のしている、他社とつながるですね、さっきジョージが言いましたね、司会の、アントレプレナー、もともとフランス語です、実は事業を起こす人という意味ではありません、語源は。 あわいを取り持つ人ですね。間を取り持つ人っていう意味ですね。間を取り持つ人なんです。なので、これも有名なストラクチャーホール理論っていうのがありますけどね。いろんなコミュニティの間にこのホールがある。ストラクチャーホール。ここをつなぐことがチャンスなんです、ビジネス。ここをアントレプ,プレナーがつなぐんですね。アントレプレニューアがつなぐんわけですね。これがアントレプレナーの役割だと言われています。なので、 東北アクセラレーター、タ全県もあってんですよ。全県もあって。みんなとつながってるでこういう小さいコミュニティをどんどんつなげてどんどんつなげてネットワークを広げてるエコシステムを作ってるんですアクセラレーターの活動自身がエコシステムなんですねなので必ずこういうエコシステムの中心には場が存在すると言われています今ものすごい流行ってるんですね知ってますかね プラグアンドプレイデジタルカタパールセンターこれイギリスですねファクトリーこれベルリンですね今回ねどなたかベルリン行ける,行けるらしいですけどねファクトリーベルリン行くのかなはいウィーバーク流行ってますねこうやってで遠くにはインティラックがある、ね、こうやって場があるんですね次のポイントですねメンタードリブンなんですねメンタードリブンいわゆる先輩起業家とか専門家たちが寄ってたかって支援するメンター メンタリングなんですねどうやって育てて育るのメンンタリングなんです実はまあアドバイザーっていう言葉の方がもしかして日本の方あの日本人にはもう分かりやすいかもしれないですねいわゆるメンタリングをして育て上げますもともとメンタリングってですねいわゆるここギリシャの,あの、えー、と紀元前のこうホーメロスがホメーロスっていうのはホメロスが書いた本の中に出てくる人の名前らしいですけどね 要は指示とか命令じゃないんです自分の自発的な声を聞かしていわゆるその考え判断を施すようにすることなんですね教えるんじゃないんです壁になるだけこれを4か月間繰り返すメンタードリブンなんです世界の起業家はいいメンターがつくかどうかが勝負ですね皆さんこの人たち知ってますか共通点があります 全員スティーブ・ジョブズのメンターですスティーブ・ジョブズのメンターですねちょっと名前忘れちゃったなえー、とマイク・マークラビル・キャンベル実は日本人いたんですお坊さんですねえー、とねおとっかわおとっかわコーブンさんといういわゆる全全に系統されたんですよねスティーブ・ジョブズって全州のお坊さんですねこの方こうやってメンターがいいメンターがついて スティーブ・ブジョブズは育ててられてるんですもちろんスティーブ・ジョブズもザッカーバーグのメンターですこういうまさにエコシステムを作っているこういうのが起業家を育てるわけですね、はい、次です最後ですね「ふうはい」これを実はアクセラレーターの中で参加企業に問いましたなんで皆さんこれやりたいんですか どうしてやりたいんですか本当にやりたいんですか問い続けましたあんまりこういうことをやるこう起業家教育なんかないですよね我々これやるんです実は今日お一人、えー、松本さんですかねプラン変えられましたよね全然いいんですよ全然いいんです自分が本当はそっちじゃないと思ったら変えればいいんです、ね、それをやり続けるんですね これを提唱したのはもともとサラスパシーというバージニア大学の先生ですね、ジョージがさっき司会のジョージがエフェクチュエーションという言葉を使いましたね、それを提唱した大学の先生ですね、企業家論の先生です。ななんでこういうい前提になるか。 昔みたいにいわゆる経済がすごい成長していて明確にニーズが分かる社会だったらいいんですけど今ってもうニーズ分からないですよね分かんない不確実昔はよ未来が予測できた容易に今は予測できないんですね市場はもう,もう移り移ろいやすく不確実で複雑で曖昧なんですね文化もともと軍事用語だそうですけど ブーなな時代なんですこの中でどうやって事業を作るかもう合理性じゃないんですね合理性じゃないそこで出てくるのがエフェクティブシンキングですねエフェクティブシンキング,、ね、クンキングこれエフェクチュエーションですねちょっと今日一個だけちょっとすいません学術っぽくて申し訳ないんですけどちょっとお持ち帰りということで何言ってるかというともう未来はいわゆるもう予測不可能ですと ゴールもなかなかアンクリアだといわゆるなんかクリアじゃない明確じゃないぼやけてるでということはもう行動しかないんだと行動するしかないんだ今日ねあのご登壇いただいた企業先輩企業が言ってましたね行動するしかないんだと答えなんかないよと初めからそれを言ってますそこで言ってるのが要はカスタマーに向けて前はきれいに リニアな形でプランを作ってた今は違うんだと要はディベロピングガッツフィールドガッツフィールド直感ですよ直感を育てなさい自分の心の声に従いなさいですねあとはお前は誰だ私は誰なんだこういうことを問うんですね要は市場が明確じゃないブーカな時代にはこういうことが必要になってくるんですね こういうことをすごいやりました特にアクセラレーター今回参加された方はこれから新市場を作っていくなのでやっぱり市場が明確じゃないんですねなのでこういう活動をして,るしてきました、はい、参考までにお持ち帰りではい風雨い。自分は誰なんだと自分は何のためにやるんだ何のために業を起こすんだこれを問い続けるおそらく今日皆さん アクセられた四ヶ月間過ぎましたけれども、これはゴールじゃありません。むしろスタートライン、これからです。スタートラインです。多分この中から成功者い何も出てくるでしょう。そう思ってます。ぜひですね、これから頑張ると思いますので命がけで皆さん参加今日。 来ているオーディエンスの皆さん、ぜひ応援してあげてください。でもしかしたらこの中から俺もやっぱやりてえよといいじゃないですか、どんどん、ね、事業を起こしましょう、ぜひ、ね、東北から、そしてもちろん,もちろん仙台から日本から世界を変えていきましょう、ぜひ起業の世界をもっと盛り上げていきましょう、はい。以上、私の話とさせていただきます。ありがとうございました。 ありりががとうございままししたたじゃあね、少しね、うんあの、聞いてみたいなと思うんですけども、まず一つあるのは、まあ、ちょっと企業そのものに関して少し聞きたいなと思うんですけど、うん、企業そのものってのは、リスクが高いと思ってる方って結構多いですよね、はい、なんかすごいこう、まあ、下手したら自己破産じゃないかみたいなと思ってる一人いると思うんですけど、うんうん、僕はそんなことないと思うんですね、鈴木さん、どうですか、そこらへん。 ちなみにさっきの、ね、企業の調査の資料あったじゃないですか、あそこにです、ね、1個だけ、ね、ものすごい、ね、ランクがいいのがあったんです、何かというと、ね、企業に対する恐怖、実は54か国中、ね、真ん中ぐらいのランキングだったんですね、実は日本って別に大手企業を辞めたって、サラリーマンを辞めたって、全然リスクないんですよ、リスクないと思い込んでるだけですね、はい、そ,すねそれはもう強く感じます。そうですよね、はいはい あとはあの先ほど、フーアムアイまさにバブスン・カレッジ有名なところでは多分、昨日来てきたハーバード大学もビーイング、己は何かってところをすごく見極めるような教育をしていてで,でも日本ってのはいまだに市場調査からってやるまあいいんですけど伸びてる市場はそれでいいんですけども精神国なので伸びてる市場がないからそれやってもしょうがないじだからビーイングってのはすごく重要だと思うんですけどもやっぱりどうですかね日本ってのはビーイングってことをちゃんと考えないとやっぱり今後もイノベーションが起きないと鈴木さんは思われますかあ 全くその通りだと思いますね。まあ、市場はもう不確実ですよ。答えがこうあります。なんて用意されている時代もとっくにないわけですね。いわゆる不確実ないわ。ゆる答えらしきものに向かって行動を取れるかどうかが、やっぱり全てになっています。で、ね、今日あの和歌山のね。起業家の方がもうまさに言ってきてくれたことです。ね。ねただね、やっぱり日本の教育って何か？ 1個の答えに向けてこう走れって襲われちゃうのでなかなかねそれがねななかなかできなくなっちゃうというふうにもちろん今日企業活動率が今,今現時点ものすごい低い話が出ましたがもともと日本って戦後を含めて企業活動率めちゃくちゃ高い時代もあったとだから我々が企業が下手なのかというとそうではないどうですかね。そうですねももとととなんだ明治時代とか もうほとんど企業家だったわけですよね。なるほどでね、戦後教育から始まってほとんどサラリーマンになっちゃった。事前になったので、僕は、ね、日本人の遺伝子の中に企、ね、業家の遺伝子明確にあると思ってます、ね。そうですよね。はい、もともと戦後では60%が事業主ですから、今がある意味特殊な時代だと思いますよね。あとまあ、最後の方になりますけれども、うん、えっとですね。皆さんこうなんか？ 皆さん違うかもしれない。なんか地域が不利で東京が事業開発に向いてると思ってる人がいるが、ほとんどの上場企業というのは実は地域発なんですよね。はいうん、ここですよね。どうですかね。地域の方が実は事業開発が有利なんだと。その通りですよ。うん、あのね、仙台だったらもうアイリスオーヤマさんありますし、ねユニクロだって元々山口だし、ね東京だって北九州だし、いわゆるほとんどの上場企業って。 地方初なんですよねあとはもうとにかく気付くのは今日皆さんお気づきの通り企業家みんな優秀ですよ抜群に優秀東京と比べて何の差もないむしろ一人一人は優秀ですね あととは環境だけだけ思います最後に1つなんですが、はい、今回は、まあ、本来なら行政さんなら比較的難しい東北全域あるいは東京のベンチャー企業という、はい、かなり世界ではそっちなんですけど、ねはい、日本はなぜか閉じるとでそれを初めて閉じずに、まあ、英断されてこういうことをやられたこの影響というのはベンチャーの成長に効きますかねもちろんですねいわゆるさっき言った通りですね横とどうつながるか壁をどう取り払えるか多様性の結合なんですね。うん イノベーションの創出は、はい、それはいわゆる一つのエリアに閉ざしちゃダメなんですね。もっと広くやらなきゃいけない。ね、まさに今日今回東北アクセリアルたそれを体現された仕組みでね、素晴らしいと思いますね。はい。はい、ありがとうございます。勉強,ま勉強になりましたね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木さんに大きな拍手でお送りください。はい、あ,りいありがとうございます。ありがとうございます。 さあ、それでは皆様大変お待たせいたしました先ほど皆様に、えー、投票いただきました共感賞の集計が終わりましたいよいよ結果発表です、えー、それでは本日ご登壇いただきました皆様に今一度、えー、こちらの方に来ていただきますどうぞ拍手でお迎えくださいじゃあ皆さんどうぞどうぞお入りくださいそしてプレゼンターは伊藤副市長です副市長もどうぞお上がりください 皆さんプレゼンが終わられて、ね、晴れやかなお顔でまさに日本を変える英雄たちですね英雄と英雄と英雄ですねヒーローとヒーローと私も起業しているのでうわ受けとけばよかったってずーっと <laughs> <laughs> この回ずーっと思ってます <laughs> なんて <laughs> はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあそれでは参りますかねは、ね、はい。はい。 先ほどですねプレゼンテーションを行った15チーム皆さん、どうですかね、お顔拝見いただいて、ですね、はい、皆さん、本当は全員に共感しましたよね、はい、ですよね、はい、ただやっぱりどうしてもですねここで選ぶということと、やっぱりそれはですね今日こう発表した中で、他のチームもです、ね、なるほどあそこが共感を得たんだと思っていただきたいと思うんですよね、うんはい、でじゃあ会場の共感を多く得た2チームを表彰いたします。 コラボメーカーの古谷さん、おめでとうございますお,おめでとうございますどうぞ前にお越しください前の方にそうです、ね、じゃあ、もう一方紹介いたします、はい、マナビの岡崎さん、おめでとうございます <laughs> おめでとうございます。おめでとうございます。それでは副市長から。マネルをお願いいたします。まずは。はい。二つ、はい。じゃ、あまずお、お、写真の方、お写真の方。おめでとうございます。 まずはお写真を一枚、ね、もし会場の皆さんもですねよろしければお写真でもお撮りください,いフラッシュどんどん焚いてくださいねそうですね <laughs> <laughs> 最高の笑顔お願いいたしますどんどん焚いてくださいねいいですかいいです,、ね、いいですかはいありがとうございますはい、はい、今一度盛大な拍手をお願いいたします,ます,しますそして岡崎さん おめでとうございます。じゃあ同じくあの拍手をお願いいたします。どうぞどうぞ。あ、<laughs> いっぱい目線が <laughs>。おめでとうございます。おめでとうございます。よろしいでしょうか。よろしいでしょうかね。あ、そうですね。あ、でもね、今あつ君、ね、今一度盛大な拍手をお願いいたします。ますじゃあこれ二人って。そうですね。じゃ二人こ,こにちょっとだけ前に出ていただいて。はい、あのー。 今のお気持ちを聞かせていただければと思います。共感賞おめでとうございます。今のお気持ちを聞かせてください。はい、あのこんな共感してもらえて、えー、ちょちょっと若干びっくりしました。<laughs> あの理系のあの本当に研究の中の話なので、なかなか共感って難しい場合の多いのかなと思ってたので、本当にもらえて本当に嬉しいです。 そしてえっとそれだけ共感してもらえたということはまああの研究をしている人だけじゃなくて本当にみんなが必要だと思ってくれたということなのかなと思いますので、えー、なんとか、えー、このビジョンを実現して、えー、変えていきたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございますおめでとうございます,あいますさあそしていかがですか今のお気持ちを聞かせてくださいあそうですねまずやっぱり僕がなんか会社やってからここまでその来れたのが多分なんか 本当にスタッフ、結構今日もスタッフとかたくさん来てくれてあと先輩たちも来てくれたんですけど、まあ、最初はどっちかというとあそういう共感そんなにされるのを気にするタイプじゃなかったんですよね、授業やるときとかもう本当にマイペースに自分が思ったことに取り組めばいいと思ってたんですけどやっぱりその何かやるときっていうのはそういうなんか多くの人に影響を与え で、それをちゃんとなんかその恩返しできるような形でやらないとダメなんだなっていうのをすごい痛感しましただったんで、今回共感いただいたことをちゃんと返せるようにはい頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。おめでとうございます。お,ますお二人に今一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございます。それでは元の位置にお戻りいただければと思います。さ,えー、さらに今回のアクセラレーターでは。 ドイツののアクセラレータータでの研修も準備しておりますえこちらはビジネスモデルの内容マッチングの可能性から事務局が2チームを選抜させていただきました、はい、じゃあですね、はい、今回はですねあの日本の中で東北あるいはまあ関東も含めてっていうまずこの新結を起こすってことと同時に海外ともつないでいくって話があります、はい、で皆さん思いましたねえなんでドイツなんだ って思いますよね。ただこれ少しく説明させていただくと、よく日本の場合ってのはシリコンバレー,ーを見られるかと思います、ね。これ悪いわけじゃないんですけど、うん、シリコンバレー,ーと日本ってのはまあ何て言うんですか、上か下というよりもルールが違うんですよね。うん、そうすると全く違うルールを持ってきてもなかなかワークしないと。一方でドイツと日本っていうのは一つ皆さんそうですね、車を含めて産業構造が似ています。これが一。うん、もう一つが実はですね、社会システムが似ているんですよね。同じ実は家族系型なんです。うん、なるほど。 そうなんです<ー>でドイツは産学連携、はい、えと産業のオープンイノベーションを含めて、はい、あるいは企業も含めてですね実は日本の一歩前を行ってるんですねなので我々、そこから学びたいしここで、うんまあ、残念ながら全員が無理だったんですがあの選んだです、ね、2チームをそこで持ってきてまたこのネットワークになるほど東北に、はい、日本に返していただくっていうのが主眼の目的でございいますはいはい、じゃあ早速ですが発表させていただきましょうかね。はいはい じゃあまず一チーム目からコラボメーカーの古レさんダブル受賞でございますおめでとうございますおめでとうございますドイツにまで行ってらっしゃいませおめでとうございますこれはねがっちりと需要化していただかいてねいけないですよねはいおめでとうございますありがとうございます おめでとうございます。そしてもうお一方ですね。おめでとうですね。はいじゃあもうひと方の発表いたします。はい、よろしいですか。<noise> プレイノベーションの関ケさんです。おめでとうございます。お,おめでとうございます。どうぞ関ケさんこちらの方にお越しください。でももうガッツポーズがね。おめでとうございます。 おめでとうございます。あれ、そうですね。せっかくなので。せっかくなんで。はい。ああいいですね。カードも。カードもって。じゃお写真の方お願いします。あいいですか。ニコニコと三枚。皆さん写真しましょう。カネロスレベル。あお顔が見えないので。

えー、仙台フォースタートアップス2018に、えー、ご来場くださいましてありがとうございましたそしてこの時間まで残っていただきまして本当に心から感謝申し上げたいと思います、えー、今年6回目でございますで初日は、えー、一歩踏み出す人を応援したいということで、うんえー、ソーシャルイノベーションサミットをやりましたで2日目昨日はですね、えー 学生の挑戦を何とか支援したいということで、伊達アップスを開催させていただきました。そして3日目は今年が最初の試みである、東北アクセラレーターのデモデイということで、皆さんにご覧いただきました。がが今どどんんなな状況のの課課題題をを持ってどんな人たたちがその課題を解決するために 事業を起こそうとしているのか、そういったことを皆さんお分かりいただきたいんではないかなというふうに思っております。この3日間、決してわれわれにとって、すべてではありませんけれども、非常にやる気を起こさせる、活気を地域経済に結びつける、そういったことができた3日間ではなかったか、そのように思っておる次第でございます。この東北アクセラレータータについては 私も審査員として、メンターとして、えー、去年の10月に皆さんのプレゼンを聞いて、事業の内容を見させていただきました。この4か月で相当成長しています、事業も先ほど鈴木さんから話ありましたけれども、世界に向けて広がりを持ってやることができるような事業になっているかもしれない、そのように思わせるような発表でありました。 ぜひですね、この発表を発表とせずに、事業として花開かせ、そして世界に発信できるように、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。東北は課題の先進地というふうに言われることがあります。課題があって、じゃあ、押し潰されてしまうのか、そういう街そういうい地方ではありません。こういう志の高い日皆さんがいらっしゃって、その、 一人一人が悩み、あるいは社会として困り、あるいは社会の片隅で不幸に思っておられる方、そういう方たちをどうやってアップしていくかと、そういうような事業目的を持ったことを考えておられる皆さん、こういう人たちがいるということはですね、我々捨てたもんじゃない。これからしっかりとですね、我々の経済を支える そういう主役としてですね、活躍していただきたい、そういうふうに思うところであります。我々も仙台市としましてもですね、この動きをしっかりと応援できる体制を続けてまいりますし、またこの人たちがですね成長した後に仙台の経済を押し上げるために、ぜひともご活躍いただきたい、そのように思います。それではあのー、本日ご参加い いただいた皆さんのこれからのご活躍を記念するとともに、またこの人たちを応援する企業者を応援するネットワークがこれから発展していただくことを記念いたしまして、私の締めの挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。東福市長ありがとうございました。ありがとうございました。はい。仙台いい街ですね。いい街ですよね。<laughs> 本当に嬉しい。はい。まあ本当にですね、<laughs> 伊藤福市長本当に。 ありがとうございましたあの東京アクセラレーターは国内では初めての広域の、えー、とアクセラレーションプログラムとしてスタートしましたで今日のデモデーは確かに1つの区切りになるんですが、はい、実はですね、2月の末に今度は東京のお手町の方でですねイベントもう1回デモデーを東京版もやりますで,す、ね、で皆さんも来ていただくということですね、はい、で起業家の皆さんの事業っていうのは今後もずっと続くと思いますしもしかしたらそれがさらに永遠に続くかもしれないということと、はい、今日は1つのきっかけとして一緒にね プログラムを受けた皆さん、皆さん仲間ですよね。なんか、うん、この人たちだけ偉いわけじゃなくて、皆さん偉いですよね。<laughs> ですよね。だから、ね、僕は皆さんが仲間になることが一番素晴らしい<ー>ということと、はい、ここに来ていらっしゃる皆さん、当然の伊藤福祉長も含めてですね、皆さんが仲間であり、チームであり、皆さん、僕らみんながですね、事業を起こすっていうことに対してコミットしていく、そんな未来を一緒に見れたらいいなと思います。ぜひですね、みんなで、はい あの日本の経済あるいは東北の経済仙台の経済の発展のために貢献していきましょう本当にどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました,ました今一度、えー、この会場のみんなに拍手をお願いいたしますそうみんなに,みんなに皆さんにありがとうございますさあこれで第1部を終了とさせていただきます 本日は本当に長い時間皆様お付き合いいただきましてありがとうございましたそしてこの起業家たちをみんなで盛り上げていければと思います。本日は誠にありがとうございました